お久しぶりです。半年ぶりに来日したザ・ライスクッカーズはニューヨークで活動する日本人4人組バンド。2010年波の行く先が人気ドラマスペックの主題歌に抜擢され、日本でも多くのファンを獲得。そして今回使えますよスペック。長かった夜がついに明ける。新曲オーディオレターが劇場版スペックの主題歌に。スペッククローズ。この日下北沢でワンマンライブが行われる。気合入ってますまだちょっとエンジンかかってない感じですけど。いつもは日本数カ所を回るのだが、今回は東京のみ。もう早くやりたいですちょっと音作りします。まあ、今回本当一発しかないんで、相当みんな気合入れていく感じなんでまあ途中でぶっ倒れるかもしれないですけど勢いが見どころですかね。緊張しますけどでもなんつったらいいのかな今一番緊張してる。今一番緊張こっちが言ったら日本がアウェーなんで。アウェーだというそのわけは、これまでアメリカにこだわって活動してきたことにある。バークリー音楽院で知り合った4人、その実力は折り紙付き。だが日本での知名度はまだまだ、波の行く先ばかり有名になり謎扱いされてしまっている現状に対し、メンバーたちは。やっぱ他のも聴いてほしいですよね。なんかいろんなタイプの曲があって、日本語も英語の曲もあるし、曲のタイプもなんか洋楽っぽいのもあれば、すごいこう J-POP に寄せたようなのもあるし。やっぱ聴いてもらわないと意味ないじゃん。もっともっといろんな人に聴いてもらえるようになりたいし、ニューヨークでもそうだし、まあ強いては世界というか、まあいろんなこっちは聞いてもらう人を問わないんだよ。目指すは世界、まず日本。高まる期待と興奮が控え室まで伝わってくる。お客さんとか他のことはあんま考えないですね。こう曲に入り込んじゃうね。思い思いの時間を過ごすメンバーたち。身を潜んでできたわ。肩こりが。元気ですか。行こう。行きましょう。ワン、ツー、スリー、ワン。ワッサーショータイム。ライスクッカーズ、テイクサムタイム。下北沢に世界の音が鳴り響く。未来定番曲フューチャースタンダード。